鳥取県のね、ここはちょうど中部エリアですね。まあ、加瀬地川というね、川の河口のあるサーフにやってまいりました。今日はね、こんな天気です。今こうやって雨降ってないんですけども、すごいですね。朝大雨が降って海こう濁っちゃってます。海濁っちゃってて、当初はね、ヒラメとかマゴチをね、狙おうと思って来たんですけども、この感じだと濁ってるので、川の河口周りでシーバスとかチヌとか、そういったものがですね、狙えるので、ひとまず河口で粘ってます。いいですね、鳥取。いや、どうすっかな、これもうどうにもならんだよ。降っちゃった。まあ、こういう楽しみ方も、まあ、当然あるわけなんでね。よし、来た。よし、来た。ドキドキの日常はここにある。亀屋釣り具。今ね、雨が少し上がったんでやってみますけど、川の河口で、まあ、もしかしたらシーバスとかがね、入ってるかもしれないので、このリンバー のマットチャート、もう濁ってる時はこういうね、派手なカラーですね。これで少し打ってみます。すごい濁ってます。これ川が濁ってます。で、今ちょうど満潮ぐらいですね。で、風も吹いてるんで、珍しくこう日本海、この時期の日本海にしてはね、波があります。中層にうろうろしてるはずなんで、まあ、リンバーのシンキングルアーなんですけども、あんまりこう沈ませずに投げて着水して、ちょっとなじませてからストレートリトリーブ、ダダ巻きですね。まあ、もちろんね、危険な時は釣りしちゃいけないんですけど、こう濁りがね、まだ残ってるとかいう状態の時は、まあ、シーバスはもちろんですけど、あとチヌ、クロダイですね、が狙いたいとかします。特にサーフはで、割とこう、もう抹茶色の海水でもシーバスとかチヌは平気なんで、で、今ちょうどね、僕の右の方から風が吹いてるんですよ。で、右に河口があるんですけれど、おそらくね、汽水が僕の方、要はその川の左の方に向かって、まあ、流されて、風によって流されてると思うんですよね。なので今こっちの岸に入りました。まあ、夏なんか川周り、特に日本海の川はアユのいる川が多いと思うんですよ。で、大水が出るとそういったアユなんかがね、河口まで流されてくるんで、そういったベイトを狙ってね、シーバスなんかがね、入ってくることがよくあります。まあ、ちょっと今日そんな感じかどうかもちろん分かりませんけど、一応想定の中にはそれあります。お、あれ何、ちょっとさ、やば、ん、あれ何もあんの、え、ボラ飛んだんだけど、ボラ飛んだんだけど、今のさ、ボラの飛び方おかしかったよ、なんか。いや、来たね、行きましょうかね。うん、取れないでしょ、だって。
とやばい。いやいやいや、もう今いろいろあると思うんで、ちょっと一回戻りましょう。いや、どうすっかな、これもうどうにもならんだ。ああ、来ちゃった。移動してきました。ここもね、川の河口ですね。あとはこのずっとこちらサーフですね。砂のサーフ、さっきはあの転がったんですけど、砂だけのサーフに川が流れ込んでるとこやってみます。で、まあ雨の後なんで濁っててずっと流れが効いてます。で、なぜかこっちに来たら全然風がないんで、ちょっと よさげな感じなんで、まずリンバーからあのシーバスでもいないかなと思ってチェックしてみます。さあどうでしょう、これ意外とポロッと取れないかな。今もう下げがね来始めてるんで、まああの川の水量も増えてるっていうのもあると思うんですけど、結構勢いよくね川が流れ出してます。あ、ちょっと直下を、よし、来た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 、外れた。よし、来た、よし来た、今度こそ取るよ。よし、しました、いよいよ、よっしゃ、よっしゃ、外れんなよ、今度こそ、もう近いよ、おーい、おー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 、いくよ、よっしゃ、やったー、シーバスだ、釣れました。めちゃくちゃあの元気なシーバスなんですけども、55センチぐらいのシーバスが釣れました。やっぱ雨の後の河口はあのシーバスがね回ってくる可能性高いんで、このリンバーですね、リンバーのこれよく目立つ色ですね、マットチャート、これね投げたら当たってきましたね。やりました。雨は雨でこうして楽しめます。いいですね、鳥取。じゃあこれもリリースします。よっ、はい、行った、行きました。いや、やっぱりこの河口狙い当たりましたね。まだこれ下げ始めてるんでチャンスあると思います。引き続きやってみます。あのまあいろいろあるんですけれど、ちょっとやっぱりね、この濁ってるってことで、今度はこれいってみましょうかね。あのグローのねマットカラーですね、まあ、全体的にはこう白っぽいんですけど、ファールっぽいんですけど、このねマットのこれグローです。これいってみます。同じくリンバーです。さあちょっとどうでしょうかね、まだいるかな。もう狙いは絞れてるんで、この辺でちょっとカラーが変わると反応が変わったりとかするんでね、ちょっといいか悪いかやってみたら分かんない。多分ね結構ね同じようなところに停止してると思うんでね、これね、このちょおら、来た、あー、入った、いるいる、おっきた、おっきた、あー、はげた、サイズがあれだな、結構寄ってるな。あの反応なかったらもちろん色は変えた方がいいですけど、まだまだちょっとこの色でいけそうなんで、今混ざったんで、もう一回いきます。で完全このね流れのねブレークの下のところにいます、魚はもうそこでこう落ちてくるやつ待ってるから、あのこういう派手なカラーじゃないやつ、まあ結局魚もういるの分かってるんでね、あのこう例えば呼び寄せて釣るって感じじゃないんで、普通のシルバー系のカラーを使ってみましょうか。これいきます、キャンディーですね、これいきます。はい、さあ多分これで魚が見つけてくれるとは思うんだけど、これ一回いきます。はい、さあどうでしょうね。おお、当たる、食わねえな。
ぱマズチャップもいいのかな。今もう完全に当たってます、ね、あとちょっとまあレンジがもうちょっと入れてみましょうかね。今もうほとんど表層近くを引っ張ってたんだけど、多分ねブレードも下にいると思うんだよな。なんでまあレートいる？ここなんか開くのあるじゃない？おっしゃ、食った。おっしゃ、食った。ちょっと今ね、レンジ入れてみたら食ったんだけど、おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、あ、なんだこれ、あー、外れた。マットチャートがいいのか、まあマット系のがやっぱでも要はターゲットとしてしっかり見てからパクってくると思うんで、まあこれはいいのかな。これでやってます。さあしばらく群れがまだいてくれればいいんだけど、わっしゃー、マットにしたら一発だったね。頼むよ今度は。あ、なんだあれ、え？え？これさ、シーバスじゃないかも。あ、違った。セイゴちゃんだった。セイゴちゃんでした。今外れちゃいましたね。このサイズが多いから外れちゃうんで、やっぱりピチャピチャ飛ぶからね。いや、釣れました。まあ40センチぐらいですからね、可愛いサイズですね。まあこのサイズなんですごいね、ピチャピチャ水面で跳ねて外れちゃうんですけど、取れましたね。マットチャートやっぱ効きますね。1投目で食ってきました、交換して。いや楽しいです。雨が降ったら雨が降ったで、こうやってサーフは楽しい釣りができます。やりました。じゃあこれはリリースします。はい、いいよ、行きました。さあ引き続き頑張ります。まだ魚いると思います。ちょっとサイズアップしたいですね。なんかただまああのサイズなんで群れでいると思うんですよ。なので群れの中からうまく探すって難しいと思うんだけど、ひとまずまた投げてみます。山陰のねサーフ、鳥取県あと島根県ですね、どこも遠浅のサーフが多いのです。まあハウルはもちろんですけども、フリッパーは必需品ですね。メタルジグとワームは必ず持ってってください。あと必要なのがこちらのねシンキングの、リップレスのミノ、これリンバーっていう名前のミノになります。115mm で 24g、 シンキングタイプなんでよく飛ぶんですけども、底を取ることができます。ヒラメとかねマゴチを狙うときは必ず底を取ってから引っ張ってくるとか、ストップアンドゴーして使うと、そういったねターゲットを狙うことができます。で加えてねこれは中層も引っ張ってこれるので、カウントダウンして表層を引くときはもう投げてすぐ巻いてくる、あるいは、カウント1とか2でね中層巻いてくる、そんなね使い方もできるので、シーバスとか青物をね狙うときはそんな使い方してみてください。非常にこれよく効きます。動きがねスラロームする、まあ、大きくで動いてくれるので、ランガンしながらね魚を探すときなんかは非常にねいい働きをしてくれます。で、雨が降って海がね濁った時なんかは派手なカラー、これがね水の中でよく目立ちますので、例えばマット系のカラー、マットのね、ピンクとか、これチャートなんですけど、ピンクとかチャート、これがいいと思いますし、水が澄んで透明度が高い時はこういったですねナチュラル系、シルバー系ですね、こんなカラーを使うといいと思います。特にですね、水が澄んでシロギスが接岸してくる、あるいはイワシが接岸しているようなタイミングはこういったシルバー系のカラーが効くと思います。そしてなんかね全然いろんなカラー投げても食わないよって時はこの万能のピンクですね。これはね万能なんで いかなる場合でもねまずこれ使ってみてください。割と目立つカラーなんで反応よく、魚がね飛び出してきてくれますので、まずはねこの3種類ですね、マット系、シルバー系、まあ、ピンク系、これに加えてゴールド系もあると さらにいいんですけども、この3色4色を基本として、この3エリアの、遠浅サーフ攻略してみてください。僕今日だからもう雨降っちゃって
もうどうしようと思って、サーフゲームっていうお題だったんだけど、まあヒラメコチを地道に探すもありなんだけど、まあこういう楽しみ方も、まあ、当然あるわけなんでね。まあちょっとそこは狙いを切り替えて、でやっぱりリンバーってそういうこう対応力もあるんですよね。僕実際にテスト調校で、まあ、シーバスはもちろんですけども、まあ、青物とか、まあ、ヒラメもこっちももちろん釣ってるんですけど、いろんな魚種釣ってるんで、こんな時にもね、実はすごいよく釣れるルアーなんで使ってみてくださいね。まあ、前回のその撮影の時、前回の撮影っていうの前に餅石海岸行って、ね、コチがいっぱい釣れた回があったと思うんですけど、あの時はやっぱり会ってたのはそのハウルなので、あそこに行く時は本当にハウルを持ってってほしいし、例えばこれ見てここに来る時はしっかりとこのルアーを持ってきてほしい。同じことをしないとやっぱりね、微妙な差ってこれ出てきちゃうんですよね。そこはやっぱね、ぜひ参考にしてほしいですね。何でもいい時ももちろんあるんだけど、何でもいいかどうかはその時にならないとわからないんだね。これ結構重要よ。もちろんね、自分の持ってるルアーだけでなんとかなることもあります。でもそうじゃない時もあるんですよ。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、さあちょっとサイズがどうかね。おお、さあこっからここの辺で頼むよ。外れないでくれ、外れないでくれ。おお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 お、なんか楽しいじゃん、楽しいじゃん。もう近いんだけどね、もうそこにいるんだけど、さあ上がってこいよ、さあこいよ。ほらほら、いいサイズだ。おーっと、またよいしょ、おサイズアップしました。これはいいサイズだね。70ぐらいあるんじゃない。70ないか。さあさあどうでしょう。これは太いサイズの65、67、8あるかな。やっぱでかいのいましたね。言った通りになりました。でしかもこのマットチャートがいい感じですね。いや楽しい、なんか急に楽しくなってきた。朝のあれは何だったんでしょうね。いやこの雨の季節ちょっと正直ね難しいかなと思ってたんですけども、狙いを変えると楽しめます。本当にまだいけるんじゃないかな。さあ大体どれぐらいですかね。70はないと思うな。60、よいしょ、よいしょ、どうどう。あ、70ないね。68とかでどうでしょう、ね、これぐらいで66、67って66ね、66ないでしょうか。やりました、ありがとう。サイズアップしました、よいしょ、OK。あ、いた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 、行きました、 OK。 じゃあ引き続き頑張ります。楽しくなってきましたよ。雨でもさ、こうやってちゃんと闇は見計らって、で下げのタイミングです、下げのタイミングです。下げの方がこの川の流れが沖に向かいます。でその流れを伝って魚が入っていくので、必ず下げを狙ってください。今ね、ちょうどお昼のね、11時49分なの。今日はね、揚げいっぱいが、10時過ぎぐらいです。まあ、この加工狙いね、だけじゃなくって、サーフの釣りは基本下げ、潮、下げに向かっている時から揚げ始めが、狙い方の基本
です。あ、まだいるね。相当いるな、これ。先月、あれ先々月も来たんだっけな、確か。先々月も来て、いい釣りさせてもらったんだよね。その時はヒラメだったんだけどね。まあ島根、鳥取、まあ山陰エリアは、まあもちろんね、条件が合わないと釣れないって、これはまあどこでも同じなんだけれど、そういった意味じゃ、おーおーおーおおお、すごくいいところなんで、関係流れの真ん中食いました。ちょっとこれ上げられるかな、うまく。やばいな、これ。おお。よし。これ可愛いサイズだね。もうリンバーのさ、このマットチャート入れ食いだよ。今もね、あの流れの中で食ってたよ。はい、今ね、このサイズ、可愛いサイズはね、これはどうだろう、まあ50センチないぐらいですよ、45センチぐらいでしょうかね。綺麗なシーバスです。今もやっぱり同じこのリンバーのこのマットチャート、これで釣れました。絶好調です。もうこれすぐ逃がしてあげます。これリリースします。はい、ありがとう。いや、楽しいじゃん。よいしょ。あそこよ、わかるかな。これずっと流れ出てるじゃん。で今ほら、あそこ波が白立ってるでしょ。あのすぐ向こう、あそこがボコッと落ち込んでるんですよ。あの辺を行ったり来たりしてるんですよ、魚が。だその向こうに投げて、あそこをうまく通すようにちょっと沈めてね、まあ気持ち沈めるぐらいでいいです。でゆっくり巻いていきます。これやってること簡単。魚上向いてるんですよ、頭こっち向けてるんですよ全部。頭向けてるのに横がプッと取れたら何って思うじゃん。そんな感じないのかな。マットチャートやっぱ濁ってると強いな。おお、おおおバレる、あ、バレるな、バレるな。あ、サイズがちっちゃい。ダメだ、これそっち行ったら負ける、そっち行ったら負けちゃう。ああ、よいしょ。おい、はい、またいい食い方してるでしょ、ほら。ほら、この食い方見て。お腹のフックがっぷり食ってるでしょ。すごいよね。もうこれはすぐ離してあげましょうね。よし。これはもう逃がします。はい。うっ。いった。沈めた方が少しサイズ上がるっぽい感じですね。まあ、もっとでかいサイズもいるかもしれないけど、まあ、今の構成からすると釣れた感じからするとやっぱり割と40センチ50センチが多いのかなって感じがします。まあ、4カウント5カウントぐらい沈めてから引っ張ってみます。ちょっとサイズもしかしたら下にそれなりのサイズがいるのかなって感じ。あ、だった。いやもういいから、いいからじゃないよ。ちょっと流れに巻き込まれないようにこっち持ってきます。外れちゃうかもしれない、この流れで。流れの中はね、どうしてもね、魚。おう。
構近いですよ。ここで足元になるけど。さあ、おっと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 。わわわ、じゃこっち行こう。こっち行こう。おお、ママ、ママだ。よっ。おーい、サイズだ。ちょっとサイズアップ。お、一番高いもしかして。よいしょよいしょ。おいよ。よっ、さあ来た。ほら来たー。さあ来た。6畳ぐらいかな。リンバーのマットチャート爆鳥状態です。まあもちろんね、群れがいるってことなんでしょうけど、素直に食ってきます。それにしても他のねカラーも投げたんですけども、あからさまにこれ当たりますね。やりました。お疲れ様でした。朝からですね、今日は大雨が降って雷がピカピカして、まあ正直ね、どうなるかわからない状態でした。で、まあこういったタイミングがあったんで、まあヒラメとかこっちはね、あえてちょっと外して狙えるシーバスをですね、河口周りで狙おうと思って一箇所目行ってみたんですけども、結構ね予想に反して波が高くて風が強くてやりきれなかったですね。で、まあ2箇所目、来てですね、ちょうど下げのタイミングと重なったこともあって、シーバスの群れね、うまく見つけることができました。濁りが、ね、強い濁りが入るタイミングは下げを狙えば、こうやってですね、いい釣りできる場所がね、どっかにあるはずです。なので、まあ、今回ねリンバーだったんですけども、持って、加工狙いに徹すれば、こうやってシーバスね、いい釣りできると思います。これ以上ね、今日やりたいところなんですけども、まだまだちょっと雷と大雨降りそうなんで、これで終わりにします。今日一日ありがとうございました。ドキドキの日常はここにある。亀屋釣り具。